高橋千鶴子君。はい、どうぞ。日本共産党の高橋千鶴子です。原子力損害賠償紛争審査会が4月27日に会合を開き、避難者訴訟の最高裁判決定を受け、中間指針との整合性について分析を開始するのしたというところであります。確定判決がいずれも中間指針を上回ったことによると思われますが、見直し議論を始めた趣旨と結論を得る時期などについて伺います。田中文部科学副大臣。お答えいたします。東電福島原発事故に伴う7件の集団訴訟に関し、最高裁判所が東京電力の上訴を認めず、これによって東京電力の損害賠償額に関わる部分の判決が確定したと承知をいたしております。これらの確定した判決においては、賠償すべき損害の範囲、項目、また金額等が7件集団訴訟それぞれの考え方で異なっているところであります。こうした状況を踏まえ、4月27日に第56回原子力損害賠償紛争審査会を開催し、判決確定を踏まえた今後の対応について議論が行われ、中間指針の見直し等も含めた対応の要否の検討にあたり、今後専門委員を任命し、一定程度の時間をかけて各判決の詳細な調査分析を行うこととされました。このため中間指針の見直し等も含めた対応の要否については、今後任命される専門委員による各判決等の詳細な調査分析の結果を踏まえ、引き続き審査会においてご議論いただくものと考えております。高橋千鶴子君。はい、報道では判決の中でどこが地元の人の思いを汲み取った部分なのかを調べる必要がある、それが地元に沿った指針見直しにつながるなどの意見があったとされています。審査会に出された裁判の判決の概要は、ふるさと喪失や日常の生活が奪われたこと、あるいは避難生活の苦労などそれぞれに寄り添った判決の部分を委員の皆さんたちがそれを確認をされたと思うんですね。そして弁護団や福島県の対策協議会などの要望、早期に見直しをしてくれという要望もありました。私たちもこれまでも繰り返し求めてまいりました。見直しは待ったなしだと思います。少なくともですね、要否を含めっていうことですけれども、見直しが全然ないってことはありえないと思うんですね。判決で示されたように賠償額と実態が合わないものを検証し、やはり適切な見直しにつなげていただきたい。もう一言いただきます。田中文部科学副大臣。中間指針等は東電福島原発事故による被害の規模や範囲が未曾有なものであることを踏まえ、可能な限り早期に被害者救済を図る観点から、類型化が可能で一律に賠償すべき損害の範囲や損害の項目の目安を示したものであります。中間指針等に明記されていない損害についても個別具体的な事情に応じて賠償の対象となり得ることが指針の中で示されております。現にそのような前例も存在していることから、指針の目安を上回る判決が示されることは指針策定当初から想定されていたものと考えております。ここからは繰り返しになりますけれども、今般確定した判決において賠償すべき損害の範囲、項目、また金額それぞれの考え方で異なっており、4月27日に開催された審査において中間指針の見直し等も含めた対応の要否の検討にあたり、今後専門委員を任命し、一定程度の時間をかけて各判決の詳細な調査分析を行うこととしております。このため中間指針の見直し等も含めた対応の要否については、その判断の時期も含め引き続き審査会においてご議論いただくものと考えております。高橋千鶴子君。ありがとうございます。当初から想定されていたものという答弁がありました。とても大事なことだと思うんですね。やっぱりこれ長期化するということは当然予想されながらも一定の目安として急いでいったと。で当然その中で相当程度因果関係があればという一言があったわけですよ。でその一言のために東電がむしろ相当程度因果関係がなければ賠償できませんと
そういう東電の言い訳に使われてしまったっていうことがあってね、で本当に悔しい思いをたくさん重ねてきたんです。だけど重ねてきたことが本当にあの30もの訴訟今行われていますけれど、それがあの積み重なってね、あの少なくとも東電の責任は確定したということでありますので、そこをしっかりと受け止めたあの対応をお願いしたいと、ここは要望にとどめます。副大臣ありがとうございました。で次にですが、あの最高裁は夏にも国の責任の有無について初の司法判断を下すと聞いております。群馬訴訟の原告団長丹治杉江さんの意見陳述が最高裁で4月22日に行われました。丹治さんはいわき市から避難された方ですが、なぜ避難せざるを得なかったのか、また法廷には来れない他の原告の方の深刻な実態も語られておりますので、本当は全部紹介したいところですが、あの国の責任について今日はこの部分だけを紹介します。我が国の原発政策は最初から国策民営です。国が原子炉立地審査指針を作り、一つ周辺に大都市がないこと、二つ人口密度が低い地域であること、三つ産業水準が低い地域であることなどの条件を決めて建設を許可したのです。1986年のチェルノブイリ原発事故発生後、国会内外でもたびたび日本の原発の安全性が議論されました。地震大国日本における原発事故の危険性も追及されましたが、五重の壁に守られている、絶対に事故は起きないと答弁を繰り返していたのも国です。一人東電だけの問題ではないと思うんですね。東電の責任を確定した以上、国策として推進し安全審査を与えてきた国の責任は免れないと思うが、どうでしょうか。計算細田経済産業副大臣。ありがとうございます。あの今お話がございました福島第一原発事故における国の法的責任の有無については現在係争中であることから、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。その上で当初といたしましては、引き続き被害者の方々に寄り添った公平かつ適切な賠償を行うよう東京電力をしっかりと指導していくとともに、福島の復興と福島第一原発の廃炉についてしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。高橋智津子君。はい、あの賠償を行うために指導するのは当然なんです。だけどあのあくまでもそれは国は自分の責任はないよって言ってるように聞こえますので、そうではないってことをね、やっぱり改めて指摘をさせていただきたいと思うんですね。で資料の1枚目を見てください。あのこれはあのちょっと字が潰れてあの読めないけれども、こういうものだっていうので紹介をさせていただきました。あのと注釈がちょっと上に書いてあります。昭和43年1968年元旦号の福島民報です。東電の木川田勝隆当時の社長と木村盛江当時の知事の対談です。の読めないところを私が読みます。日本一の原子力基地へという大きな見出し、これは見れると思います。実は三段落のところに書いているんですが、木村知事曰く、双葉地区はいわき市と相馬市の中間で原野や田んぼが多く浜通りのチベット地帯と言われた。産業開発はおぼつかない地域だったが、幸いなことに木川田社長に目をつけてもらい、日本では最初で最大の原子力発電所が建設されることになったと感謝をしています。赤丸をつけたところです。左、司会が科学は日進月歩でもう原子力の安全性は確実でしょうと向けると、社長は絶対安全ですと答えて、技術的に最も高水準のアメリカ方式で二重三重の設備がある、運動の後危険物は全部水で消してしまう、向こうでは多分外国のことを言ってるんだと思いますが、町の真ん中でやってますよと答えます。司会者はさらに右下の赤丸の方、木川田社長には県民も感謝しています、知事さん名誉県民の十字架でもあげたらどうですか、それはいい考え、名誉県民に値する偉大な人ですよ。これあの多分司会者本当は勲章とでも言うべきところを間違ってというか十字架と言っちゃったんでしょうが、皮肉にも今にして思えば当たっているのかという記事なんですね。丹治さんが指摘したことは大げさでも何でもないと、あの当事者が語っているということが分かると思います。大臣、あの今聞いてもらったと思いますけれども、今度の、ね、国際研究教育機構は基本構想において福
島をはじめ東北の復興を実現するための夢や希望となるものとするとあります。かつて原子力は福島にとっては夢であり希望だったんです。それが大きく裏切られ傷つけられました。本当に今度こそそういう夢や希望なんだと自信を持って言えますか。西銘復興大臣。高橋委員ご指摘の通り、福島国際研究教育機構は福島をはじめ東北の復興を実現するための夢や希望となるものとすることとしております。このため機構は福島をはじめ東北の被災地における中長期の課題の解決、ひいては世界共通の課題の解決に資する国の内外に誇れる研究開発を推進することとしております。こうしたことを通じて福島浜通り地域等が原子力災害を乗り越える一助となること、そして同地域に国の内外から優秀な人材が結集し我が国全体の科学技術力の強化に貢献することを目指し、私自身が司令塔となり政府一丸となって取り組んでまいりたいと考えております。高橋智津子君。まあ、予定した原稿を読んだと思いますけれどもね、やっぱりそういう思いをの福島の方たちがして、今また皆さんは夢や希望と言ってるわけです。そこに本当に責任を持ってほしいということを重ねて指摘をさせていただきたいと思います。15回にもわたって熱心に議論された福島浜通り地域の国際教育研究拠点に関する有識者会議では、令和2年の6月8日に報告書出てますが、その名の通り教育が前に来ていますので、教育機能についてまずは研究所方式で機能を発揮していく、2つ目は国内外からの大学院生に対する教育や人材育成、3つ目は地元人材に対する教育人材育成を行うと明記をしています。ただその後の復興推進会議決定、令和2年の12月18日、さらに、国際教育研究拠点の法人形態等について、令和3年11月26日、こう2回、3回ってこう決定がある中で、教育機能という叙述はなくなりまして、人材育成機能に一本化され、そして3月末の基本構想では、名前が国際研究教育機能と逆転してしまう。なぜなんでしょう。西銘復興大臣。委員ご指摘の点は私も最初に就任してずっと最初 の研究と教育が逆ということをずっと頭に叩き込んでおりましたら、変わったなということを内部でも話をしたことがあります。有識者会議の報告書においては拠点の教育機能について国の内外から大学院生等および高校生企業人材等の地元人材に対する教育人材を人材育成を行うこととしていたところ、基本構想においても機構の人材育成機能として先端的な研究開発の実施に不可欠な研究人材の育成確保を図る観点から、連携大学院制度を活用した大学院生への研究指導人材育成を進め、また地域の未来を担う若者世代や企業の専門人材等を主な対象とした人材育成の取り組みを進めることとしております。法人の名称としましては研究開発、研究開発成果の産業化、そしてこれらを担う人材の育成のそれぞれ各機能を有する法人として設立するものであることから、福島復興再生特別措置法の改正案において福島国際研究教育機構と規定したところであります。私自身が当初拠点と言ってた時には研究と教育が逆だったのを強く頭に叩き込んでいたものですから、今回こういう経緯で福島国際研究教育機構という新しい名称
に規定をしたところであります。高橋千鶴子さん、頭に叩き込んでいらっしゃったという答弁がありましたけれど、それはですから福島の皆さんにとってはやっぱり教育機能が大事なんだっていう希望だったと思うんですね。で、最初はだからイノベーションコスト構想 の課題から議論が始まって、やっぱり それを担っていく、もうまさに福島に定着して担っていく人材を育成するために教育機能が必要なんだという議論から始まっているわけですよね。で、大臣、それ最終的に頭に叩き込んだけど今は研究なんでって説明するということは、それで納得したということなんですかね。西銘復興大臣、私はこの機構につきましては、とにかく地元に喜ばれるものじゃないといけないよということを強く意識をしておりまして、また、福島の内堀知事さんと面会したときにも対応する中で、私が夢や希望、地元が喜んで夢や地元の夢や希望となるという発言をしたら、知事さんがすぐそこですよ大臣、夢や希望になるところですよ、それと同時に地元の人材育成、あるいは産業の人材育成、あるいはこの組織の中に県知事さんが加わっていくという点が、人材育成教育という部分に名前はちょっと逆転しましたけれども、趣旨は十二分に生かされているんじゃないかなというふうに考えておりますし、人材育成の機能は重要だと強く認識をしておるところでございます。高橋千鶴子君、正直言って具体的にこれからのことがあんまり決まってないっていうのもあってね、期待に応えるだろうっていう推測的な答弁になっちゃうと思うんですよ。やっぱりそれをこの審議の中で明らかにしていかないと、本当の意味で答えることにはならないというふうに言わなきゃいけないと思いますね。資料の2枚目にね、つけておきましたけれども、物足りない基本構想って、それが福島 の評価ではないかなって思いますので、後でこれは取り上げますけど、それで続きます。同じように有識者会議では、原子力災害に見舞われた福島浜通り地域の復興再生が真っ先に来ているわけです。で、マイナスをプラスにする社会的発火点とすべきであり、創造的復興の中核拠点として、原子力災害に見舞われた福島の特殊性を背景として、政府の強いイニシアチブにより推進していく必要があると明記をしています。イメージとしては米国ハンフォードサイトをお手本に、イノベーションコスト構想が取り組んできた廃炉を前面に、原発事故対応、環境回復などに取り組むものと思っておりましたが、基本構想ではこの部分はデータや知見の集積発信にとどまっているのはなぜでしょうか。由良復興庁統括官。失礼いたしました。廃炉を着実に進めるためには、人に代わって精密かつタフな作業ができるロボットの開発といった技術、それから総合的な放射線科学の研究、こういったこれからの分野に通じる人材育成等が必要不可欠であるというふうに認識をしております。そこで具体的には、例えば次世代高速通信やバーチャルリアリティといった技術、そういった高い専門性、信頼性を必要とする作業を遠隔で実現するロボットの開発などを通じて、福島の復興の着実な推進に資する研究開発を進めていくということとしておるところでございます。高橋千鶴子君、ちょっと質問と答えが違うような気がしますけれど、原子力災害に見舞われた福島の特殊性を背景として、廃炉、原発事故対応、現状回復などをきちっと、取り組んでいく、データの蓄積は大事です、だけどそれだけじゃないよねということを確認したかったんです。由良復興庁統括官。お答え申し上げます。今回福島新しい機構では5つの研究分野、技術分野、研究分野を指摘をしておりますけれども、いずれも福島の
復興に福島の地域の特性に応じた福島の復興に資する研究だというふうに考えております。廃炉を着実に進めていくということのために必要な技術も、そういった福島の復興に必要な取り組みということで、研究内容に含んでいるというふうに考えておるところでございます。高橋千鶴子君。最初に紹介したように有識者会議の最初の段階ではね、政府の強いイニシアチブにより推進していくと書いているわけなんです。だから50のテーマがあってグループがあっていくつかある中に入ればいいねっていう話じゃないんですよ。政府として責任持って取り組んでいただきたい、そう言ってるんです。最大の悩みは廃炉なわけですよね。でデブリの取り出しもまだこれでいけると決まってはいないわけです。アルプス処理水、トリチウムの分離圧縮など最大の課題に取り組む研究教育機構であることが期待されるんじゃないでしょうか。そういう考えはないのか。また廃炉の最終形が示されないままに同じこの双葉地域に、ね、国内外の研究者をさあ来てくださいというのには無理があるんじゃないか。大臣と、経産に伺います。西銘復興大臣。ご指摘のトリチウムの分離技術につきましては現時点で実用化できる段階にある技術が確認されなかったとの評価がされているものと承知をしておりますが、引き続き経済産業省とも協議をしつつ最新の技術の動向等を踏まえて精査してまいりたいと考えております。そういう新しい技術が確認されたのであればそれはしっかりとトリチウムの除去に取り組んでいかなければならないと基本的には考えております。細田経産省副大臣。ありがとうございます。今先生からご指摘ございましたいわゆる廃炉の最終形でございますけれども、福島第一原発の廃止措置を終了した状態については事故を起こした原子炉の内部の状況や廃棄物の正常などまだ明らかになっていない要素が多いため現段階では具体的な姿を示しできる状況にはないと考えております。他方で政府が定めた中長期ロードマップにおいては廃炉の工程上の重要な方針として燃料デブリの取り出しを行うこと、あるいは廃棄物を安全に保管することなどの具体的な個別の対応方策をお示ししているところでございます。当初としてはこのような中長期ロードマップの方針を踏まえて廃炉に必要となる研究開発を進めているところでございまして、福島国際研究教育機構においても中長期ロードマップを参考に廃炉の課題に挑戦する前向きな研究者の皆様を集めることができるように廃炉技術へのニーズを共有してまいりたいと考えております。高橋千鶴子君。だからこそね、やっぱり切り離しちゃいけないと思うんですね。まあ、公募してるけどそんな今の時点では見つからなかったよとかそういう話ではなくって、やっぱり廃炉を避けては通れない、本当に福島の未来描けないわけですから、そのこと自体にもうトップレベルの研究やるんだっていう ところに向かっていく必要があるし、そういう議論をしていたはずなんですよね。そこが非常に疑問に思っています。実際に言うほどの世界トップレベルの人材本当に集まるのかと、でどれだけの体それだけの体制をどう作るのかっていうのはずっと明らかになっていないと思います。で資料の丸3ですけれどちょっと見ていただきたいと思いますが、大西康夫さんと、これは3月20日の福島民報ですが、先ほど話題になったハンフォードサイト周辺地域の復興に関わった経験を持つ方であります。でこのずっと議論、有識者会議の中でも議論されていたハンフォードサイトの問題、ね、4段目に書いてありますけれども、まさにプルトニウムを生産するためのマンハッタン計画で1943年ワシントン州東部に設立された原子炉発祥の地であると、もう何度も、ね、経済破綻3回も、ね、ゴーストタウンになりかけた、それを救ったのは何かっていうことを指摘をしているわけですよね。そこにはやっぱり下から2番目に書いてあるエネルギー省のパシフィックノースウェスト国立研究所職員5300人、年間研究費は1400億円と、
さらに、職員7万5千人を有するエネルギー省の17の総合国立研究所中に、民間に最も多く技術移転をして、その研究結果技術を土台に持つ会社は150社を超えるという、こういうことをルル述べられて、やっぱり福島にそういう拠点を設けるべきだということを指摘をしているわけなんですよね。期待もしている。でも一桁違うなと、その目指す話をしてきたんだけど、日本でやろうとしているのは全然桁が違うんじゃないかと思うんです。有識者こういう熱心な議論をしてきたけれど、その中身が、ね、法案からも答弁からも伺えない。そもそも機構は単なる事務所なんでしょうか、それとも大学のような施設を建設するんでしょうか。まずか林復興庁統括官。お答えをいたします。福島国際研究教育機構につきましては、国の内外から優秀な研究者を確保することが必要でございまして、そのためにも、研究環境や処遇、人事制度、生活環境などについて、総合的に整備していくことが重要であると考えております。このため、同機構につきましては単なる事務所にとどまることなく、世界水準の研究を実施するために必要な固有の施設設備等の整備に加え、それらの設備の管理をサポートいたします機能等の充を十分に確保すること、また国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性を考慮いたしまして、成果や能力に応じた柔軟な給与設定を可能にする、そういった処遇の基準を設けること、また研究者やその家族に向けた生活環境の整備のために、福島県や地元市町村が取り組む町づくりと緊密に連携をしながら、機構の施設整備などに取り組むこととしております。世界最先端の研究開発の実現を目指すためには、やはり優秀な研究者の方々の参画が必要不可欠であると考えておりまして、研究者にとって魅力的な研究環境の実現に向けて、復興庁が中心となって政府一丸となって取り組んでまいりたいと考えております。高橋千鶴子君。この委員会でも何度も出されたわけですが、沖縄科学技術大学院大学、いわゆるOIST の場合は学長が沖縄に常勤していると聞いております。機構については、今回の機構についてはそれは条文にもないし、どうなるかわからない。どれだけの研究者職員を常駐できると考えているんでしょうか。地方公共団体には生活インフラ、居住環境などを求めています。でも そもそもそこが曖昧なら動きようがないわけです。実際にどれだけの居住人口を考えているのか、先行するイノベーションコスト構想の、実績も踏まえてお答えください。由良復興庁統括官。お答え申し上げます。これまでの福島イノベーションコスト構想に基づく取り組みを通じて、例えば企業立地補助金などの新事業支援により、企業立地件数約400件、それからご質問の移住人口ということではございませんけれども、雇用創出数として約4500人といった実績により、産業集積の芽が出始めているところでございます。この新しい機構は福島の復興に貢献することを目的として、世界水準の研究を実施するための施設の整備等の環境整備などにより、多くの方々に浜通り地域で活動し、居住滞在いただけるように取り組んでいく所存でございます。具体的には、まず数百名の国内外の優秀な研究者等が研究開発等に活動に参画することを想定しております。またそれにとどまらず、その家族も含めた立地地域周辺への居住や滞在に加え、関係する研究、教育、あるいは産業化の人材も含めて、当該地域への集積を期待しているところでございます。そうしたことを念頭において、取り組みを進めていきたいというふうに考えております。高橋千鶴子君。はい、そこが曖昧だから、市町村に居住環境を整えてねって言ったって困るよねって話をしたのに対して、数百名しか答えがないと。で、1回目の有識者会議の時はもうね、1000名の規模で議論してるわけですよね。そこから見てもまるっきりが目処が分かんなくなってきたということを言わなきゃいけないと思います。もう残念ながら時間になりましたので、と有識者会議の最初の時にね、やっぱり普通のと
倉市、福島の沿岸部8市町村の方々がその地域で普通に生活できるようなこと、できること、その地域をきちんと新たな町として再生し、ある程度の人口を戻して新たな産業を持ってくること、最終的にそこに生活を取り戻せるかどうかっていうのが本来の目的っていう発言があって、私それが一番大事なことだと思うんですね。本当は大臣に聞くつもりだったんですが時間がなくなりましたので、やっぱりトップレベルだとか優秀なとか言っている前に、まずそこが福島の皆さんの、ね、思いが全然こうの抜け落ちてしまわないように指摘をさせていただいて終わりたいと思います。